告知が行きましたかね。コースみんな真っ黒じゃない。まあね、黒、春夏でも黒はいい感じだな。はい、じゃあ通知いったみたいなんで、今週もインスタライブの方を始めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはステアワイズイーストの、そうですね、早速じゃあイーストからお願いします。はい、今週発売しているものと明日発売のものをご紹介させていただきます。はい、あのユニバーサルプロダクツからも、はい、何でしょう、一番人気の定番のボーダーですね、うん、はい、半袖 T シャツが入ってきました。今回ちょっとこうコレクションカラーのライトイエロー、うん、まあまあそうだね、はい、うん、でまあ、ライトイエローにネイビーラインと、はい、ダークネイビーにホワイトラインの、はい、2色が入ってきました。まあ、なんかこう結構最近細ボーダーみたいなのかなり効くと思うんですけど、はい、だいぶユニバーサルも肉感的にもちょうどいいですし、まあ、なんかコレクションカラーのライトイエローなんかはなんかあんまり他のブランドさんでも見ないパターンのボーダーかなと思います。サイズは23展開になりますので、はい、でお次が同じくユニバーサルからメッシュティーですね。そうだね、展示会で並んでたね。はい、ちょっとこうなんかメッシュというと結構ポリエステルとかなんかあの化繊系のものが多い中でちょっとこうコットンニットのような生地感で作られているので、うん、なんかスポーティーすぎない、なんかこういい意味でこう透け感が上品に出るような、はい、まあ、なんかニット層に近いですかねみたいな形になってます。なんかインナーに本当に T シャツとか、僕だと結構タンクトップとか着るんですけど、タンクトップレイヤードして、うん、シルバーとかアクセサリーでみたいな、割となんかこうどうしても夏無地が多いなんて方とかからではないんですけどね、ちょっとこの生地感がしっかり出るような T シャツとしてメッシュティーおすすめです。こちらが、ネイビー一色展開になってます。で、最後ショーツになります。はい、バギーショーツ、まあ、その通り股上にだいぶこう余裕のある余白のある、バギーシルエットのショーツになってます。割とこうストレッチ性もだいぶグッと強い生地感になっているので、なんかこうアウトドアすぎないというかタウンユースで使いやすいビジュアルと、まあアウトドアなんかでも使っていただける、まあそうですね、仙台だと結構フェス、音楽のフェスとかもあの5月とか結構定期的にやられてたりもするので、なんかそういうシチュエーションでもしっかりこう使っていただけるような、まあ、ギア性の高いショーツが入ってきました。ユニバーサルからは、以上3点が、はい、もう発売しております。で、お次がアントレース、明日発売のアントレースをご紹介いたします。この辺は結構急遽案内があったって感じだね。ですね、うん、もう今急ピッチで準備してます。そうですね、うん、からですね、新型のかわいい、ちょっとスモックに近いんですけど、まあ、4ウェイストレッチのリバーシブルスプリット、すいません、スプリットラグランシャツになります。まあ、その通りこうリバーシブルの仕様になってまして、表側は A 面はダークネイビーで裏地がホワイト、うん、2色になってます。ちょっとこうスモックにも似ている近いんですけど、まあ、おなじみのこうドローコードが、はい、裾についているので絞ってあの形変えれますし、サイドポケットですねの方にもちょっとこう面白いんですけど、サイドポケットの中がオレンジ、そうね、オレンジの、はい、サーモンピンクみたいな差し色、なんかこう見えづらいですけど、こういう細かい部分も作り込みがしっかりされているのがアントレースの特徴かなと思いますので、この首の部分もちょっとスナップで開けて着脱しやすいようなものになってます、うんうん、まあ、いわゆるシャツ地の T シャツって感じですよ ね、 すね。だから、うん、ストレッチ効くって言っても首周りはああいう風に外して着脱しやすいデザインに、うん、4way ストレッチなんで本当にこの縦と横とどちらの方向にも伸びてくれる高性能な素材になっているので、なんかこう本当にネイビーで使ってもいいですし、なんか白面も割とこう透け感、うん、やはりこう二重で使えてるので透け感もないですし、ね、なんか夏の T シャツとしてはすごく面白い、まあ、T シャツというかシャツとしてはすごく面白いと
アンドレスらしいアイテムかなと思います。はい、こちらが、サイズが 1,2 展開です、ね、になってます。その見た目で1、これで1ですね、うん、まあ大きいですよね、はい、まあ、竹感を絞って、うん、まあ調整は、はい、でお次が、まあ、ちょっと似てるんですけどスモックですね。まあもう何でしょう、人気のスモックから半袖が今回入荷してまいりました、前回、3月頭に発売したもの長袖でウールっていうものがトロピカルウールだったものがあったんですけど、はいはいはい、今回は半袖タイプのものになっていて、まあ、しっかりこう夏見込めるような素材になってます、はい。まあ、もう一度説明すると、まあ、こうですね、裾にドローコードがつきまして、うん、サイドベンチレーション、はい、回ってて、まあ、いろいろとねギミックが搭載、はい、でちゃんとポケットもついてるので、なんかこう街歩きにもすごく便利なアイテムになってます。ちょっと生地も今回、あの前回ウールだったんですけど、うん、あの今回ポリエステルでもうちょいシャリ感の強い生地なので、本当に製菓とかでもしっかり使っていただけるアイテムになってますと、ついになるんですけど、マスも定番で人気のフライトパンツが入ってきました、はい。前回はあのタックのちょっとこうスラックス型のやつが入ってきたんですけど、今回はこの定番で人気のフライトパンツ、まあ同素材になってますね、ポリエステルで作られた。今回のコレクション自体結構麻とかウールとかだいぶ強いコレクションなん、天然素材を使ったコレクションなんですけど、ちゃんとこう何でしょう、シャカッというか、あのアンプレスらしい化繊を使ったシリーズになっていて、まあフライトパンツ、まあその通りちょっとこう羽毛のパンツをベースにオーバーパンツですねにしてるので、膝にこうアクションプリーツがついてまして、こうちゃんとこうボリューム感が出るようになってるんですけど、やはりアントレスめちゃめちゃサイズバランスいいですね。6で169で今1番というサイズ履いてるんですけど、本当にこう絞らなくても、ジャスト丈で履いていただけるバランスになってますし、はい、あとは裾にもこれ下って見るんですかね、うん、あ見えてるよ、ね、足元まで一応あのドローコードがついてますので、あ今それセットアップできてるの、はいセットアップです、あそうです、セットアップできたね、はい、こう絞って形を変えることもできる、うん、まあ、半袖セットアップもおしゃれだよね、はい、まあ、バラでも全然夏のなんかセットアップって多分あんまりたくさんはないと思うんですけど、なんかこういうスモックタイプは結構少ないかもね、いいほぼないね、うん、なんか普通にコットンの T シャツとか合わせてもかっこいいと思うんですけど、はい、真夏にこういう黒のセットアップとか、うん、おしゃれ、いやたくてかっこいいかな、まあ、小物もなんか自由度高いし、はい、これが、ネイビーとはい、ブラックの2色展開になってます。あれスモックもネイビーあんだっけ、スモックは黒だっけ、あスモックは黒、OK、はい、で上が黒で下が2色って感じですね、はい、パンツ単体の、はい、黒はもうめちゃめちゃせっかく着たくなる、うん、まあ黒単品で使ってもらってもそうですね、はい、まあ結構春夏はねパンツが主役にもなるんで、パンツの方をちょっと色を多く入れたりも、そうだね、そういう感じで上の T シャツは自由度高くしてっていうのが、うん、いいかなと、まあ、黒だったらぜひセットアップも検討してみてください。多分めちゃめちゃ速い、そうだねこの辺は速そう、毎回速いので、うん、はい、まずですが、以上明日発売になります、明日発売、はい、はい、でお次が SFC、 はい、お待たせしました、最終入荷でございますね、最終入荷、はい、24SS ファイナルデリバリーになります。まずはじめに、まあ、結構 SFC を好きな方だとご存知の方も多いかなと思うんですけど、うん、ビッグマックスSFT シャツ、はいはいはい、まあその通りビッグマックスにでかい T シャツになるんですけど、もう何でしょう、日本で作れるほぼ限界の身幅に挑戦して作られた形になってますね、うん、5X とかそのレベルじゃないんだ、もうあもう 5X っていう表記にはなってますけど、別になんか 4X、まあ、ネーミングがでもそうだよね、はい、3X があるというわけではなく、はいはい、もうワンサイズフリーサイズ展開に、はい、なっておりますね。本当に身幅ガサンってこう分かりやすく大きくて、うん、ただ意外とこう着てみると着丈のバランスがすごく綺麗なので、そうだね、はい、なんか腕畳んだ時のこのドレープというか動きな感じ、なんか無地 T とかも全然使いやすくていいねって感じなんですけど、やっぱりなんかただの無地 T を少しこう見ない大きさで着てみるっていうのもちょっとこう新鮮かなと思いますね、うん、かっこいいですね、ちょっと全色持ってこれなかったちょっと、それ何そんな色あんの、ありますあります、何色展開、4色展開、ね、4色一色ぐらい持ってこられたんだちょっとそれで焦って、あそうもう一色何なの、白です、
あ、白、はい、まあ白、グレー、ネイビー、ブラックになっております。定番4色、はい、しかも意外とプライス的にも12,100円、税込みになりますので、ほぼ生地代だと思ってもいいぐらいです、ね、S サイズだったら2枚ぐらい作れそうだもんね。ですね、もう1枚ぐらい平均で作れそうなので大きいんですけど、なんか SSC のバランス知りたい方とかは多分分かりやすい、まあエントリーモデルとしてもね、はい、1着で様にはなるから、はい、なんかいいんじゃないかなと、おすすめです。はい、はい、で、お次が、サイドストライプ、ワイドサイドストライプ T シャツになってますね。まあ何でしょう、まあ、よく、SSC 言うんですけど、この要はサイドストライプ、要はストライプを横にしたという、うん、そうだね、あくまでもストライプっていうのが、まあ、ブランドのアイデンティティというか、まあね、ブランドマークなんで、はい、横にしたんだよっていうところで手書き風のプリント、はい、はい、この手書きの感じがいいですよね。そうだね、この感じがなんか太さが違うようになって、なんかちょっとモードな雰囲気もあって、でなんか細かいのも以前出てたんですけど、今回はちゃんとこうワイドなピッチになってるので、うん、なんかあんまりごちゃごちゃしてないというか、白多めというかボディメインのカラーが多めになってるので、なんかこういい意味でうるさすぎない感じになってますね。で形も、ラウンドカットされてますので、うん、なんかこう横から着てみた時のこの見え感ですね、なんか立体感っていうのも、はい、綺麗に出るかなと思いますので、はい、はい、で、お次は結構何でしょう、おすすめなものになってます、うん、ダブルサイドストライプ T シャツになってます、はい、まあ、先ほどと違ってちょっとこう細めのピッチのボーダー、すみません、あのサイドストライプを2本使ったダブルサイドストライプ、うん、まあ、新型新ボーダーだったんじゃないですか、はい、ですね、まあ、本当個人的にボーダーってめちゃめちゃ好きなジャンルなんですけど、なんか SSC はやはりこう配色がすごくいいなと思いますね、うん、まあ、ちょっと一つ紹介すると、ブルークリーム、まあ、クリームっていうのはちょっとこうアイボリーというかベージュというか、はい、なお色味のものと、グリーンネイビー、ダークネイビーの、ラインになってますね。でまあもうこれですよね、ブラックオレンジ、うん、もう多分ご存知の方もいるんじゃないかなと思いますね、あの例の配色になってますね、うん、はい、これもちょっと自分よりもつけたんですけど、ちょっともうなんかわかんないですね、売りそうですかね、確かに売れそうな、はい、なんかすぐ黒 T とか逆に僕夏に着たくなるんですけど、なんかオレンジがいい意味でいい塩梅で差し色にもなってくれますし、まあ、そんなに色の、強さもないので、なんかそんなに派手にはならずに着ていただけるかなと思います。まあ、さっきラウンドカットだったんですけど、こっちはボックスカットで身幅広めの、着丈は割とコンパクトになっておりますので、はい、こちらおすすめです。あ、で T シャツがさっきビッグマックスはフリーサイズだったんですけど、すいません、ビッグマックスではない T シャツでいうと L、XL、XXL、3サイズ、 M サイズはありません、もともとございませんので、間違いないようにしてください。はい、はい、ちょっとすいません、お次もめちゃめちゃ僕好みというか大好きなやつなんですけど、ポロシャツですね、ナイロンのポロシャツになってます。なんかこう T シャツ、まあ、夏ってやっぱ T シャツ多めもちろんなると思うんですけど、やはりこう毎日 T シャツだとちょっとこう秋じゃないですけどね、出てくると思うので、なんかそういう時も結構 T シャツと半袖ポロを使い分けたりするんですけど、 SSC は今回ナイロンの、はい、ポロシャツとして使ってます。デザインとしてはですね、この、まあ、手書きストライプですね、うん、が刺繍で胸に入っておりまして、ワンポイントのポロシャツなんですけど、やはりこうしっかり身幅広い、で着丈も割とこう短すぎないというか長すぎないバランスになっていて、まあ、しっかりこうオーバーサイズでバフッとこう着ていただけて、かつあのカノコとかではなくてあのナイロンになるので肌離れもすごくいいですし、ちょっとこう、まあ、今日も朝天気悪かったですけどね、ああいう時になんかワッとこう着ていただけるようなアイテムになってます。ちょっとコレクションカラーでグレージュとダークネイビー、すいません、ダークグレーの2色の展開になっております。セットアップでパンツもあって、できれば一緒に撮りたかったんですけど、やっぱり人気ですぐ完売しちゃいました、パンツの方は。はい、こちらがナイロンのポロシャツになってます。はい、でお次が、ポロシャツ、うん、もう一個ポロシャツ、ラガーシャツですね、ラグビー系のラガーシャツになっ
ってますを無地で、まあ、本当に何でしょう、こっちはポリエステルで作られていて、ちょっとこうポリエステルのメッシュのようなこう折り方になっているので、すごい肌離れいいですね。なんか昔のやつ僕個人的に持ってるんですけど、本当になんか今5年ぐらい着てるやつ、今日着てたんですがあるんですけど、めちゃめちゃ着心地いいです。で見た目より軽いですし、なんか汗かいても本当にベタつかない、洗濯してもすぐ乾くし通気性はいいしっていうので、夏すごい助けられますね。こちらが、長シャツになっております、はい、でナイロンが続きますね、ナイロンのラウンド T シャツになっております、まあ、さっきこうラウンドの T シャツあったんですけど、この形を、うん、まあ、ナイロンで作られてますね。まあ、ディテールとしても、まあ、よかったので裾がこう丸くなっていて、でナイロン自体もそんなに分厚すぎるナイロンではないので、なんかいい感じでこう生地にも動きのある素材になってますね、はい、色が、ダークネイビーとブラックの2色展開になってます、うん、ちょっと裾にも刺繍入ってるので、なんかワンポイントそうだ、ね、見せれるかなと思います。でちょっとこちらがですね、ショーツになってます。ラージポケットショーツ、新型になりますね、はい、ちょっとこうカーゴショーツにも似てるんですけど、こう真横に、うん、もうセクシーだと結構真横にポケットつけるんですけど、本当に財布とかペットボトルとか直にズボってこう入れられるようなものと、まあ、こう上からかぶせてるんですけど、こちらにもポケットがついていて、うん、かつこのインナー側というか内部にもチップ、まあ、セキュリティですね、ジップフラップ、まあ、フリーポケットですねになってます。こうもう三重層のこう構造になっているので、なんか意外と見たことないというか、 SSC らしいオリジナリティのあるショーツだなと思います。なんかこう太さもだいぶ太めにもなりますし、うん、なんかサイズ感もまあ MLXL であるんですけど、割とこうフリーじゃないですけどね、全然ウエストはイージーなので、なんか丈のバランスでこう選んでもらえるとすごくいいんじゃないかなと思います。はい、すみません駆け足ですが、 SSC が以上に、もう明日発売になります。もう0時から、在庫の方はあのオンライン先行販売とさせていただきますので、はい、まあ、ちょっとオンラインがものすごく早いブランドなので、うん、まあそうですね、まあ採寸等々の情報をちょっと目安にしつつ、はい、まあ、ある程度フリーなんで、まあね、2サイズぐらいだったらまだ第2希望ぐらいまでは着れるのかなっていう感じと、うんうんうん、あと SFC がファイナル最終デリバリー、はい、あのそうです、3月末ですけど、最早いけどね、まあ早いですね、まあまあでももう全然早い人はもうね半袖まで探しに来てる人もいらっしゃるんで、うんうん、まあ、SFC はこんな感じで、はい、今回は、はい、早めに夏物揃えられるという感じです。はい、はい、ですね、あ、そっか、あれはあれか、ステアワイズ文化、あ、です、僕のじゃないです、ね、了解です、了解です、はい、になりますので、うん、まあ、ちょっと、まあ、もちろんあのオンラインもそうなんですけど、店頭の方もそうだね、結構、まあ、アントラスしかりユニバーサルしかり、他にも結構連日新ブランド入っては出ていってって繰り返しているので、はい、まあ、ちょうど月の切り替わり、まあ、もう割と4月になるので、なんかこう春物もそうですし、まあ、夏物ですねっていうのもしっかりこう視野に入れて、ご覧いただけるとすごく楽しいラインナップになっていると思いますので、ぜひ、はい、はい、明日はイーストでお待ちしております、はい、かしこまりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ順序的にはあれか、グラフペッパーか、あのステアワイズからやっちゃうか、あ、じゃあステアワイズですか、はい、ステアワイズも入荷済みと、明日っすね、フレッシュサービスが、リフレッシュサービスですね、サウナシリーズが発売になるんで、ちょっとボリュームがあります。
レスサービスがやっぱ一番ボリュームありますからね。よいしょ。まあじゃあちょっとご紹介しやすいところからいきます。はい、な、はい、じゃあこんばんは。ここからはステアワイズの方の、入荷案内を、させていただきます。じゃあまずは入荷済みのものから、いきます。まずはボディ、はい、まあ、ボディですね。カシミヤブランドのボディですけれども、まあ、先発で、ニットのシリーズですね、入ってきてました。カシミヤを使ったミドルゲージのニットなど、あとリバーシブルのコットンと、表面コットン、裏面カシミヤっていう感じのものとかが入ってきましたけども、今回は新しい試みとして、カシミヤで作ったカットソーです。はい、サイズは3という結構オーバーサイズになっていて、カシミヤの繊維をですね、ニットではなくて、あのいわゆる天竺編みカットソーに落とし込んでます。まあ、パッと見はなんかこうちょっと引き揃えられた綺麗なコットン地っぽいんですけども、素材はカシミヤ、このリブのあたりもね実はカシミヤですごいふわふわなんですよ。まあお値段はね結構ちょっと6万9000〜7万ぐらいとかするんですけども、まあこの通りのたっぷりボリュームのシルエットに、まあ、まあニットライクな、あとまあ通年使えるアイテムとしてご提案ということでしたので、はい、まあぜひちょっとこうボディ気になってたけど持ってないなっていう方は、まあこのニットからじゃなくてこのカットソーからも入ってもらえると、なかなか当店で扱っているブランドの中ではまだカシミヤで編み上げたこんなシルエットの、カットソーは出ておりませんので、はい、非常に差別化できるかなと思います。ダークネイビーとブラック2色展開、うん、でもう一つはコットンにカシミヤ 10% 入れている、カットソーです。これは去年からスタートしてるんですけど、まあ、風合いは、まあ、ほぼほぼなんか綿のこうカシッとした風合いに、まあ、こうギュッギュッとこう握った感じがこうやはり、うん、まあ、だからちょっとテンパーというか少しこう柔らかさが出るようなね、はい、カシミヤのこう雰囲気をちょっとほんのちょっと楽しめるようなカットソーとして展開してます。まあ、これも1枚で着てもいい、こう、いいオーバーサイズでもあり、まあ、ちょっと秋冬インナーとかにしても贅沢ですけど、うん、ちょっと保温性も出ていいのかなという感じですね。これがカシミヤ、コットンカシミヤ、ロングティーですね。これで2万円になります。まあ、やっぱりね、こうロンティーも、こう、ちょっといいもの欲しいなとか、何か差別化できるもの、1枚で、うん、様になるものとか探してると、まあ、素材プラスシルエットもすごくいいので、はい、で生地もしっかり地厚です、はい、この辺ボディ白 T 探してる方はぜひチェックしてみてください。まあ、これにショーパンとかね、あとこの半袖シャツとかそういうレイヤーも楽しめると思います。で、次が、リホメットですね。リホメットからはおなじみのアゼアミサーマルシリーズが登場です。これも結構週初めぐらいに入ってきたんでだいぶ数が少なくなって色掛けもしてたんですけど、この、オフホワイトとチャコールの2色展開で、形は前回と変わらずですかね。このクルーネックのタイプ、ワイドシルエットのクルーネックのタイプとイージーパンツのタイプですね。裾が絞れたりとかウエストも絞れたりっていう形 で生地もしっかり厚いので、まあ、透け感等々はなくしっかり履けるパンツですね。単体でも非常にいいかなと思います。チャコールとですね、この辺はブランドのこうアイコン的な部分でもあるので、エントリーモデルとして、まあ、リコメントをしていただくにはシルエット素材の雰囲気ともにいいかなと。でお次は、スウェットブランドのニューアーですね。これも去年からスタートしてね、うちのお店では、うん、なんかやっぱシンプルで質の高いものを、まあ、お探しに来てる方には結構去年はスウェットというとこうニューアーをこう
おすすめしてたんですけども、まあ、春夏も変わらずこの釣り網の肉厚な、はい、しっかりした生地で登場してます。まあ、通年でお使いいただけるので、まあ、秋冬買い逃した方はそのまま、はい、買い足していただければと思います。クルーネック、パーカーで、スウェットパンツですね。まあ、僕もセットアップで買って、まあ、たまにセットで着るんですけど、やっぱ結構バラバラのポテンシャルが高いので、まあ、夏場もねスウェーパンにニットだったりとか、まあ、あとはパーカーにちょっとジャケット羽織ってっていう感じでバラバラで使えます。で今回はなんとなんと、まあ、新色ですね。春夏に新色ブラック、はい、まあ、結構しっかりめなブラックです。いいですね。あの前回はあのグレーとネイビーが2色展開で、今回なのでプラスブラックが加わりました。で、まあ、ちょっと新色ぜひおすすめしたかったので今回定番のグレーと、ブラックっていう感じで、オーダーしております。まあ、こういうちょっとナチュラルカラーのテックの化繊のね、あの紐とかもこの辺もちょっとこう絶妙にちょっと違和感があってね面白いかなと思います。はい、あまりこう気をてらってないシルエットなのでこうプラスちょっと余白のあるようなシルエットですけど、あのなんだろう、王道なシルエットというか、はい、正統派なシルエットに仕上がってます。がニューアーはねちょっと今日入ってきましたんで、もうさっきそこで上げております。採寸もしております。はい、もう買える状態にはなってますですね。で次が、ノンネイティブです。ノンネイティブは、先々で結構服系が大体入ってきたので、あの今回はあのサングラスとシューズスニーカーです。はい、まあ、スニーカーはあの前回コットンキャンバスで出てたんですけども、同じあの日本 の、 あのスピングルムーブさんというまあブランドさんとのコラボということで、あのゴアテックス搭載のまあいわゆるまあベーシックなハイカットスニーカーっていうところを今回出しております。で、まあ、結構ノンネイティブのデザイナーさんがね結構着脱が本当楽なこのフロントジップのパーツがすごい好きなんですけど、まあ、これがまたデフォルトでついてますと。でこれにここの紐の色がこれそのまんまほどいてもこうシューレースにはならなくてこれ専用の紐なんですけど、これがブラック と、まず白がついてます。あとはこのパーツを外した状態で一般普通のシューレースがこれも黒と白が2色ついてます。なのでまあ結構このデザインで飽きがこずいろいろな、見え方を変えてですね楽しむことが、できます。はい、ゴアテックスのロゴも入ってます。で、まあ、スピングルさんオリジナルの、まあ、独特のこの、まあ、クッション性のあるラバーソールを搭載しているので、まあ、履きやすさもいいですと。はい、まあ、この辺もねベーシックなシューズですけどちょっと差別化したい方とかには非常にいいんじゃないかなと思います。はい、これで44,000円ぐらいかな。まあ、本当にちょっとブーツとスニーカーの間ぐらいの、まあ、実際クオリティもその本当に真ん中をいってるようなデザインになってますんで、あの悪天候時とかあと梅雨時期なんかもぜひ、まあ、履けるデザインになってますね。はい、あとは、僕が履けているあの金子オプティカルさんとのコラボのサングラスになります。まあ、やっぱこれ辺も形こそ毎シーズンちょっと変えていくんですけども、やっぱ人気のシリーズで、まあ、僕も結構何個か持ってるんですけども、まあ、今回はこの02っていうタイプなんですけど、まあ、今までだとこのアセテートノーズパッドっていうかな、ここの部分がこうアセテートで一体型のパーツだったんですけども、結構日本人ね結構顔がペタッとなってるというか、まあ、外国人ほどこう鼻が高くなかったりとかするので意外とこう一体型のやつとかだとこう目に近くてこうずれやすかったりもするんですけど、もうこのアセテートにノーズパッドっていうのが結構新鮮で、なんか個人的にはこう僕もこう顔がペタッとしてるんでなんかこうなんていうんですかね、こう低い鼻にもこうパシッとはまりやすくて、あのすごくかけやすいです。形もまあそんなにこう癖のない形なので、まあ、使いやすいのかなと思います。こちらパーツが小物が入ってきました。はい、で、発売分は終わりですかね。はい、じゃあちょっと一気に
プレスサービスをやっていきます。はい、はい、まずはじゃあどうしようかな、インラインの方からかな。とまずはフレッシュサービスから今シーズンのロゴのアイテムですね。キャップボディはいつもブランドのロゴが入っているニューハッタンボディに採用を使用しております。こちらとプリントティー、まあ、これはフレッシュサービスでいつも出しているパックティーにプリントが施されているので、まあ、パックティーを買う参考にもなりますし、まあ、パックティー持ってる方はそのままプリント買いでできるようなデザインですね。これがブラックとブルー、まあこれ某企業ロゴがベースになっていて、なんかどっかで見たことあるなっていう人ももしかしたらいらっしゃるんではないかと思いますけれども、そういったこういうモチーフになってます。でもう一色はあれパッと見あれ無地じゃんって感じなんですけど、これ蓄光素材ですね。まあちょっと分かんないですね、うん、暗いとこで光ります。なのでこう白に白のプリントなんですけど、蓄光プリントが施されてますので、まあちょっと夜とかね遊び心がある、はい、デザインですね。昼間とか映画館とかにちょっと結構面白い感じになります。で、T シャツが入ってきていて、あとは、それと合わせて、最初に T シャツ、パックティーですね、入って、コットンのパックティーは今入ってきたんですけど、これも去年めちゃくちゃ売れて、あっという間に完売してしまった、いわゆるこう、本当、商品名、テックスムースクルーネック、もう名前の通りですけど、テック繊維です。テック繊維のパクティが、去年からスタートしてて、これも8500円で2枚入りでめちゃめちゃ使えます、はい。でテック繊維って結構、まあ、ペラッとなりがちなんです。今日僕もね、もう早速新しいサイズが出て、これ XL ってサイズが出たんですよ。今までは ML だけだったんですけど、まあ、やっぱり結構かなり反響があったみたいで、まあ、もうワンサイズ大きくってことで XL 登場してます。でこれも全部サイズ表出てますので、オンラインショップの方を見ていただけると、サイズ の, ピッチが書かれてます。やっぱ L と XM の差は結構グッとこう幅が変わってくるような感じなので、丈は1センチぐらいなんですけど、まあこの後もう思いっきりガバッと着たい方は XL っていう感じです。僕は180センチで75キロなんですけど、まあ、XL でこんな感じです。なんでまあ L で来ても僕全然いけるんですけど、まあフレッシュサービスの元々のオーバーサイズの L ぐらい、まあ、十分余白はあるんですけど、まあ、ここはもうね真夏用でちょっと1枚着用でサイズ上げたい方はガバッと上げちゃってもいいのかなと、はい。でまあ、一応表がこういう風に表面がすごいスムースな生地なんですけど、裏がこうなんですかタッチ面がこう、まあ、点で当たるような感じでちょっとこうサーマルみたいな生地になってて、まあ、そこがベタついた時でもこうベタッと肌に張り付かずに、あとまあ吸汗速乾っていうのを押してくれる、まあ、去年ぐらい暑ければちょっと地厚な T シャツ好きな人には結構いいのかなと思います。あとはまあちょっと贅沢ですけどインナー用でね、こうなんかこの上からガバッとシャツとかブルゾン着る時も非常にいいのかなと、はい、思います。こちらが明日発売ですね。同じですね。で色があれ全部持ってきてた、あ持ってきてるか。僕が着てるのはちょっと墨黒っぽいんですけど黒、そしてこのちょっとパックのままなんでごめんなさい、ネイビーと白もなんか真っ白っていうか、なんか少しオフっぽい感じなんで、まあこの辺はちょっと想定の範囲内っていう感じで見てもらえれば、まあ、白ネイビーブラックっていう感じの3色展開になってます。はい、はい、まあ、このちょっと湖畔が目印ですね、はい、パックのテックスムースのいいやつになります。で、あとはですね、去
去年の秋冬、まあ、あのベロア素材で出ていたものを今回はかなりちょっとヴィンテージジャージ風にしております。まあ、実際の、スポーツメーカーのヴィンテージのジャージをこうちょっとこう素材をなんかこう復刻したような感じで、裏がこういうちょっとこうフリースのような感じなんですけど、2枚重ねっていうわけじゃなくて、まあ、表面はこういうジャージライクで、後ろがこうちょっとこうフリースっていうデザインですね。でまあプルオーバーで、まあポケット付きで、ちょっと裾にはこう分厚いちょっとあのギャザーが付いてるっていう感じです。こちらとパンツと、そして、まあ、パンツもドローコードが付いて、まあどうでしょう、僕の今日今あのセットアップ の, あのパンツ履いてますけど、まあ大体このぐらいのサイズ感であの推移しているような感じですね。パンツがワンサイズで、上が M と L でサイズがあります。はい、ここはちょっとあのこっちがサイズあります。これ確か M ですね、 M で出してます、はい、こっちがワンサイズです。で、次が、パーテックスのイクイブリムのシリーズの、新色ブラックです。これ去年、去年そうですね、あのネイビーが出ていて、で今年もこのシャツが、まあ、すみません、ネイビー忘れてきたんですね、すみません、このシャツと、いわゆるこうジップの、まあ、ライトブルゾンと、パンツがロングショーツとございます。はい、あれ、あの、これですね、なんか似たようなのがあるから、すみません、色バラバラで持ってきちゃいました、すみません、まあ、色分かるように、まあ、ネイビーとブラックですね、うん、あのパンツはネイビーとブラック入れてます。ショーツはブラックだけっていう、すみません、この辺はちょっと今セレクトになるんですけども、詳細はあのホームページの方、オンラインショップ見ていただければ、あの現在 の, そのうちの入荷状況分かりますので、はい、そこでちょっとチェックしてみてください。まあ軽量ですけど、撥水と、まあ、防風ですねがありますので、まあこうちょっと この時期から の, つあの夏に向けてはこうかなり履ける範囲が広いアイテムに。この辺も全部あの着用画像は僕かあのスタッフ小田島で撮ってますんで、この辺も見てもらえるかと思います。で、お次がというか、まあ、最後は、リフレッシュサービスの、サウナシリーズになります。まあ、この辺は一応今回はね、新色が出てるっていう感じなので、まあラインナップはおなじみになっておりますので、あ、すいません、ロングありましたね、黒のロング、はい、パーテックスのロングパンツ、まあ、このトリスはかなり軽量ですけど、シルエットは綺麗に出るんで非常にいいアイテムです。で、すいません、サウナシリーズですね。サウナシリーズは、ポンチョ、はい、ポンチョです。ちょっと首周りの形状を少し変えてます。あの前回多分こう被るようなこう重なるようなデザインだったのを、こういうもうちょっとこうすっきりと見せたデザインに変えてます。まあ、サイズ感等々は変わらないですね。で、同じ素材の、まあ、これもすごい早かったですね、サウナハット、まあ、今回グレーが新色です。はい、なんかまあちょっと街でもかぶれるんじゃないかっていうぐらい結構ファッションなんかなんか普通のバケハとしても使えるかなと思います。はい、耳当て付きです。で、サウナマット、マット黒は継続で出てます。で、新色グレー、ちょっとウルフグレーっぽいですよね。なんか少しこうカーキがかった感じになってます。はい、で、やはりまあ一番問い合わせが多い、バッカブルスーツですね。ちょっと1個だけハンガーにかかってないっていう状態だったんで、ちょっとお借りして、セットで1万2000円という破格のセットです。はい、でサイズが、M と L になってます。まあ、前回手張り揺れた、まあ、このブラックとネイビー、そして新色のグレーの3色展開です。
まあこうサウナに上がって、まあ、パサッと着た服を着た状態からまあ街にも出られるような感じでということで、まあ、南さんの方でいろいろシルエットだったりとか、まあ、あのディテールだったりとかを こだわって作ってるシリーズです。あのパッカブルスーツっていうぐらいですので、ジャケットの内側に、こちらに、まあ、ちょっと貴重品なんかを入れられるような内ポケットついております。これをグリグリと、まあ、シワもかなりつきにくい素材なので、まあ、持ち運ぶぐらいだったら、まあ、あっという間に小さくできるんですけど、あなたパンツもちっちゃくして多分入れられるんですよね。このぐらいで結構余白があるので、まあ、こんな感じでなんかバッグに入れたりとか、あのね、こう意外と長袖とか袖物ってそのままパンって入れちゃうともう袖もあっち行ったりあのどっか行ったりって感じなんでかさばるので、まあ、それがぐっと解消されます。あとはまあウォッシャブルですよ、丸洗いできますよっていう感じも、まあ、イージーケアもオプションになってますね。まあなんか、まあ、サウナ好きな人めちゃめちゃ多いんで、まあ、それを目的として買っていく方とか、あとトレーニングの後に着る服とか、あとはもう純粋にファッションで、なんかちょっとライトアウターとパンツみたいなノリで買っていく方もいるので、なんか非常に争奪戦です。はい、まあ、今回でも結構かなり数は頑張って入れてるんですけど、まあ、やはりなんか事前の問い合わせを差し引きすると、まあぜひ、うん、早めにあの見といた方がいいのかなと思いますので、今回ももう本当に1色買った人は2色目、まあ、2色持ってる人はもう3色っていうのも本当におすすめな、もうこのプライスゾーンで出してるうちに買っといて損はあのないかなと思いますので、こちらもぜひ、はい、チェックしてみてください。これって明日の発売、オンラインは何時になるんですかね。はい、オンラインは、多分明日のオープンのタイミングかな。あ、はい、今なります。ご質問で明日試着できますかっていう感じで来てたんですけど、明日そうですね、はい、試着できると思います。オンラインと、だっけウェブの在庫はうち今のところ一緒にはしてるので、はい、なんか夕方とかね閉店間際とかなるとちょっと色かけ、うん、サイズかけは出てきてしまうかなと思いますので、うん、そこだけはちょっとご了承いただけると、はい、思います。はい、お願いします。はい、なんか最後にちょっとすいません、入荷済みで1個、テアトラですね、ごめんなさい、テアトラ の冷たいドクトロイドシリーズが続々入ってきてるんですけど、そちら あのホテルというタイプがあるんですけど、極太のシリーズが一方あの入ってきました。はい、こちらはすいません、こちら側の事前にあのご紹介しておくべきアイテムでしたね。はい、という感じですね。そうですね、まあ、あと採寸も全部載ってるんで、まあ、ある程度もしサイズは大体目星つけて、僕が L で着てる写真とかも載ってたりとか、あとあっちの本店のスタッフさんが毎回オフィシャルで出してる画像とかもあるんで、もしかしたらある程度サイズはうーんって悩むよりかはもうある程度当てに来てもいいのかなと思いますので、まあ、事前にぜひよかったら予習してみてください。はい、と駆け足でご紹介しましたけれども、以上が、ステアワイズの、今週入荷分のご案内になります。はい、はい、次はフラフェーバー。はい、はい、あ、ごめんなさい、なんかポツポツ漏れてましたね。ボーディー、先ほどあのねあのカットソー入ってきましたよ、カシミヤのボーディーからまあ、携帯用のカシミヤブラシ、登場しました。ハンドタイプもずっと出てるんですけども、今回もあのイギリスのケントさんとコラボして、まあ、カシミヤニットを含め、まあ、全てのこう衣服全般にこうほこり取りだったりとか、まあ、シューズ用にする方もいらっしゃるんですけど、なんか様々な場面で使える、はい、ブラシが発売しました。はい、これもすいません、今回新型ですね、発売してます。はい、はい、って感じですね。すいません、後々にポツポツ出てきてしまってすいませんでした。はい、以上でご案内ステアワイズは終了になります。はい、はい、じゃあとはグラフペーパーお願いいたします。はい、グラフペーパー今回はかなりあれかな、こんなのかな、
じゃあ最後はグラフペーパーをご紹介していただいて。どのぐらいですかね。うん、そうですね、大丈夫ですね。はい、あ、じゃあグラフペーパーの入荷案内を、はい、これからやっていただきます。鍋は、あ、渡辺ですか。うん、ちょっとお休みいただきます。あ、そうなんです、はい、じゃあちょっと代打で、はい、お願いします。今回ざっくり2方入荷なんですけれども、はい、ずっとレディースで1方ずつで、コートもこちらあったんですけど、うん、予約でちょっと事前のお問い合わせがね、うん、あったみたいで、うん、売れ、モバイル予約済みっていう感じになってますね。先にこちらからご紹介していきます。はい、パーテックスのシールドの3レイヤーマウンテンパーカーですね。はい、でルック公開されたタイミングでこちら来ていたんですけど、はい、問い合わせが多かった。そうだね、お問い合わせ結構なんか多くて、これ待ってる人が意外とうちの系列店にもいらっしゃったりとか、多かったシリーズですね、うん、あとはグラフペーパーで出す3レイヤーが初ですよね。ああ、なるほど、はい、糖質防水と、そうだね、はい、パーテックスの3レイヤー、パーテックスの3レイヤー、はいはいはい、はい、まあ、3レイヤーだとまあ完全防水だね。だからまあ水を、うん、本当に通さない、まあ、デザインもだからまあ自然とそういうミニマルな感じに、うん、なっていくような感じですね。ちょっとグラフペーパーらしくじゃないんですけど、随所にあの縫い目がない場所もあったりして、ちょっと細かいポイントではあるんですけど、はいはいはい、あとは裾周りもちょっとブラージングかけれるようなデザイン、はい、あとロコードがついて、はい、あとは開けるかなってちょっと思ってないんですけど、がアイボリー、ホワイト、アイボリー、こちらがキナリになります。あ、そうだ、今回のあれだ、はい、墨のテーマで、テーマの、はい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 、半紙とかあの辺のイメージのカラー、うん、で内側がそうですね、こっちがグレーの内側に3レイヤーなんで、内側にも生地が貼ってあって、はい、それがまあ一応差し色まではいかないけど、そうです、配色になっているという感じ、はい、それって着てるやつ、相場着てるやつ、そうだ、あ、そうです、私着てるのでサイズ2番で着用してます。身長何本だっけ、183センチで60キロぐらいです、はいはい、はい、でサイズ2番でこんな感じですね。ちょっとスラッとすぎて参考にならないなそうですね、あんま参考にならない、スタイルよすぎるとは逆に、まあでもね、多分両方とも選べるっちゃ選べるのかな、どっちかっていうと。そうですね、着こなしで選べる2サイズ、2サイズ、3サイズ、2サイズ、あ、サイズ1と2番で2サイズ展開ですね。結構最近ですと、あの海外のメゾンブランドですとかでも結構こういう3レイヤー生地であえてちょっとそのボリューム出すような感じで出してたりもするので、うん、ここもちょっと、そうだね、まあファッションとしても使えるし、まあ、悪天候時にもまあ使えるし、ね、絞ってあげて、まあ、フードかぶってもいいですし、まあ、あとはねこの辺は結構ブランドのアイコンがズバン乗ってるブランドも多いから、まあそういうのが嫌な方にもいいんじゃないかなと、はい、そんなにグラフィックだから大きいっていう感じでもないので、うん、そうだね、確かに結構意外とまあいろんな人にはまりそうな、はい、と裾もベルクロテープで、うん、ちょっと太めなベルクロで感じになっていますね、うんうんうん、あとはここもベンチレーションもついているので、はい、車乗った時ですとか、まあちょっと、うん、そうだね、変えたい時とかも使える仕様になってますかね、はい、細かいところで言うとベンチレーション側はベーシックなジップになっているんですけど、こっちのファスナーに関してはビスロンのファスナーを使っているので、はい、なので肥沃を締めたとしてもそのスレ感とかもないようにこっちだけちょっと変えてます。ああ、なるほど、はい、で細かい作りにもなっていたりしますかね、うん、はい、はい、ですかね、これに関しては。まあそうだね、この辺も結構待ってた方多かったんで、まあ、気になってた方はぜひ、まあ、お店とかオンラインをちょっとチェックしてみてください。結構本当に問い合わせが多いので、うん、欲しい方だったら本当明日早めの方が了解ですとは思います。そうだね、問い合わせは実際多かったんで。黒だとサイズが1番2番でございます。でこちらだと、まあ、少ないだろうね、数が1番のみとなっております。価格は5万8000円に消費税、まあ、値段も良心的だすね、はい、うん、
で、メンズだとその一方になります。はい。で、レディースがこちらですね、ファインスムースモックネックのタネルラインドレスっていう商品になります。はい。サイズはこれで00番をオーダーさせていただいております、うん、これは定番なの、それともこちらはちょっと変わってますね、素材が。はいはいはい。折自体はジャージの折にはなってるんですけど、はい、ちょっとキックバックつくような、うん、ただその表面にコーティングかけて、かつ表面に毛羽をカットしている加工を入れているので、なるほど、ジャージっぽい触り心地はあるんですけど、ちょっとこのドレープしっかり出る感じではあるので、うん、なるほどね、はいはいはい、まあ、その辺はやっぱシンプルだけど見え感のいい、そうですね、あとは居心地のいい、結構パネルドレスっていうだけあるので、結構切り替えが多く入っているので結構着るとこのちょっとかなり A ラインが強く出る感じになるんですよね。なので結構女性らしく着れる感じですね、はい、ただ着用してる感じはすごい楽に着れるので、前回もあったんですけどすぐ結構売れて、うん、で丈も巻き下丈ぐらいですね、結構長めの丈になってます、はい、着用もウェブには載ってるのでそちら参考にしていただければと思います。わ、うん、かりました。こちらのちょっと短いんですけど2点になりますね。はい、はい、そうですね、まあ、グラフペーパーは前半で結構どんどんねコレクションアイテムとかも入ってきてたんで、はい、まあ、この辺が、うん、ちょっとコレクションピースとしても結構人気があった、うん、3レイヤーのブルゾン、まあちょっと実用性のあるシリーズが、はい、発売になりますので、気になった方はぜひ早めにチェックしてみてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、って感じかな。そうですね、なんかうちもなんか結構テック系も多かったりして、まあやっぱり今日もなんか18度9度あって雨が降っててみたいな、まあちょっと早いけど梅雨時期みたいな天気とかね、まあ、不安定になってくるんで、まあ、こういうちょっと機能素材とか、まあ着て気持ちのいいアイテムとかね、そういうのも、はい、実際体感して見ていただければと思います。はい、はい、じゃあちょっと足早にというか、まあ、結構ブランド数多かったからそれなりに時間はかかりましたが、はい、こんな感じで、はい、はい、ご紹介となります。あとは、うん、そうね、明日発売のものは明日、あとはまあオンラインはだいたい全てチェックできるようにはなってますので、そちらもぜひ、はい、見てみてください。はい。じゃあ3店舗とも明日ご来店お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。